東方、主にインドにおける諸教会の系統を示す図。水色の R はプロテスタントの改革派教会に合流したグループ。青の O は非カルケドン派正教会。紫の C はローマカトリック教会と合同している東方天霊教会。一番下はアッシリア東方教会。水色、青、紫の線で記された教会は西シリア語、茶色。 オレンジ、黄色の線で記された教会は東シリア語を天礼に用いる。なお、この図のアッシリア東方教会以外の教会はすべてインドに本拠地を置いている。トマス派はインド南部に存在するキリスト教の一派、東方諸教会の一つ。伝説によれば、東方に宣教してその地で殉教したとされる十二。 死との一人トマスがインドに渡って布教したことに始まるとされる。ただし、実際にはイランから渡ってきたネストリウス派に起源を持つと推定されている。スリランカでも植民地化以前からトマス派の信徒が生活していたとされている。ポルトガル人がインドに来航すると、カトリックを受け入れる者とそうでない者に分かれ、前者は東方天皇カトリック教会を形成し、 校舎の多くはシリアから伝わったヤコブ派を受け入れて、インド正教会と呼ばれる教会を建て、ごく一部はネストリウス派に泊まって、アッシリア東方教会と合一した。ピント、レナード、エイブリ e フ・ヒストリー・オブ・クリスチャニティ・ i ン・スリランカ。コロンボテレグラフ、2021年3月16日、閲覧。ありがとうございます。